エプソンダイレクト、エプソンダイレクト株式会社、エプソンダイレクトコーポレーションは、エプソン販売株式会社の100%出資し会社、成功エプソン株式会社の完全、孫会社で、現在は、ットによる、インターネット直販を主に行うパソコンメーカーである。1993年の設立時、親会社の成功エプソンは、日本電機、 現 NEC パーソナルコンピュータの PC-9800 シリーズの互換機であるエプソン PC シリーズを発売していた。日本電機を除く国産主要メーカーが PCAT 互換機ドス V 機の製造・販売に移行する中、エプソンの系列会社である当社が PCAT 互換機ドス V 機を発売したことはパンドラの箱を開けたと一部で言われた。 創業当時のアサヒパソコンの記事。その後、Windows95 の爆発的なヒットにより、PC、AT5 換気の時代が到来し、エプソンは1995年に、エプソン PC シリーズから撤退した。その結果当社が、エプソンブランドのパソコン事業の中核企業となった。本社は、長野県塩尻市、ノートパソコンの製造は、長野県下稲郡高木村。 ただしネットブックは中国工場からの OEM 供給で日本国内で検品後に出荷。デスクトップパソコンの製造は長野県安曇野市。デスクトップタイプのサポート部門は東京都日野市にあり、ノートタイプの修理は日野市。デスクトップタイプ本体の修理は長野県安曇野市で行っている。直営のショールームが東京秋葉原にあったが2010年7月に閉店し、 同省ルーム閉鎖後は、エプソン販売のエプソンスクエアが、実機展示場になっている。また、エディオンの一部の店舗、及び、ビッグカメラの有楽町本館と、池袋本店パソコン館にもパソコンの展示、発注の委託をしている。オンラインショップでは、エプソン製、プリンター、プロジェクター、デジタルカメラ、プリンター消耗品、他社製ソフトウェアの販売も行っている。過去には、 キティィやディズニーーのキャラクターパソコンを OEM 販売していたエンデバーはエプソンダイレクトがブットにより直販するパソコンのシリーズ名。白やグレー、ネイビーブルーを基調としたシンプルなデザインが特徴で、企業や教育機関での採用例も多い。ラインナップはハイエンドタワー型デスクトップのプロ、マイクロタワー型デスクトップの MT、小スペース型デスクトップの AT と ST、ネットトップ型デスクトップの NP、ハイエンドノート型の NJ、モバイル系ノートの NA、ミニノートの NA など、過去には液晶ディスプレイ一体型の PT も発売していた。この他、OS に Linux を採用したモデル LX や Windows ホームサーバーを採用したモデル SV もある。なお、ノートパソコンは、 最上位機種の NJ にプロの名を冠しており、NT の一部製品では本体のカラーリングや天板のデザインもカスタマイズすることができ、個人向け限定ながらディズニーキャラクターのイラストをあしらうこともできる。また、法人向けでも企業ロゴをあしらうことが可能である。マザーボードには台湾アスース製品をベースにコンデンサ等の部品選定やバイオスに エプソン独自のカスタマイズを行ったものを使用している。エンデバーブランドの設立時には、インテル製のマザーボードを採用していた。インテル製、マザーボードには、ペットネームが付けられていたことがあり、エンデバーに採用された、マザーボードの名前もエンデバーだった。2008年11月19日より、インテルアトム搭載ミニノート PC、エンデバー ANA01 ミニを発売。 エプソンダイレクト発のネットブック製品となった。2009年2月10日には新色の追加と同時に価格改定を行い3万円台後半で購入できるネットブック製品として再リリースした。2011年6月現在最新機種として SSD の選択が可能なエンデバー NA14S を6月14日より販売開始した。 また、ネットトップ製品として、エンデバー NP11、エンデバー NP12 をリリース。幅2 0ト、mm、ルと極めて薄く軽量であるため、一般的な A5 サイズのシステム手帳よりも小さい、サイズ等、キャッチコピーで販売されている。省電力性能に優れるとされ、CPU には、インテルアトムプロセッサを採用。超小型な姿勢チップセットを採用するなど、独特な仕様により、 小型で、軽量な筐体を実現。2008年からは、プロジェクタ製品にもエンデバーのブランド名を与え、ラインナップに加えている。エディキューブ。エディキューブは、過去に、エプソンダイレクトが直販していたパソコンのシリーズ名。ブットによるカスタマイズの幅をあえて絞ることで、コストを抑えた製品群である。ビジネス偽善としたデザインが多かったエンデバーとは異なり、外観の衣装は、 パーソナルユースを意識したものであった。エンデバーシリーズへの一本化に伴い、エディキューブシリーズは収束したが、小スペース型デスクトップの MR はエンデバー MR として販売を継続している。リビングステーション。リビングステーションはエプソンダイレクトが直販するリアプロジェクションテレビ。2004年6月より発売が開始され、 2005年6月には地上デジタル中7内蔵の S シリーズが発売された。2007年には生産完了により販売が終了している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。